また何かの泣く頃に。皆さん、良いお年を。来てくださいました。上等な肉がタイムセールで大安売りやったんだ。お肉ですの？マッチェラン特売品の激安野菜も目いっぱい買ってきたんだ。今日はこれですき焼きパーティーでもやらんかいね。はあ、今はそんな気分じゃありませんのに。あろろねえねえですよ。ちょっとシオンさん、リカちゃまのお見送り私も行きたかったな。悪いのはバイトを入れた吉郎おじさんですからね。あら、てっぺんのおじさま、まさか二人だけで食べるつもりじゃないですよね。飛び入りは大歓迎やんね。付き合い切れませんわ。そろそろ追いかけますわよ、リカ。晴れの姿焼き付けて腹にまた何かの泣く子。もういいわ、北条さと子。あんたにあんたを返すわ。どうしたんね。もしかして体調でも悪いんですか。なんでもございませんわ。すき焼きパーティーなんて素敵じゃありませんこと。油断するとお二人の分もペロッとなくなってしまいますわよ。ねえ、それでも食べきれんくらい買ってきとんね。あら、おじさまにしてはなかなかやりますわね。さとこに鍛えられとるね。もうわしはスーパーの達人じゃ。でもちょっと多すぎですよ。ケイちゃんとレナさんにも声かけます。あ、ついでにお姉を呼んでもいいですけど。あら、噂をすれば。
ケイチさん、レナさん。